い、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。では今回は This is the Police 172日目、1月2日続きをプレイしていきたいと思います。専門家はフリーバーグはテロの標的になりにくいと分析。まあどういった観点であるんでしょうね。テロになりやすいってなるとやっぱり大都市だったり、まあいろんな民族が入り乱れていたりとか、そういったところがテロになりやすいイメージありますよね。あとは政府の建物が多かったりするとね。続いて交通、公共交通スタッフがストライキ、4ヶ月給与なし。これひどいよな。4ヶ月給与なしだったらストライキは当然だよな。ストリートミュージシャン2万ドル集め、チャリティーに寄付ということですね。さあ残りの期間が短くなってきているんですが、依然お金が50万ドル5000万に届いていないんで、金を稼いでいきたいんですけどね。ファール今日欠勤、無断欠勤か。アームストロング、息子が問題を起こしたため学校に呼び出されている。明日の出勤を条件にいいでしょう。鼓動最近全然働かないな。ブルーミングデール、いや今日は働いてくれ、申し訳ない。とはいえ休ませてあげるしかないしな。昨日は一睡もできなかった、休暇取ってもいいか。いやブラードはダメ、ブルーミングデールはいいけどブラードはダメだ、申し訳ない。あんまり事件には派遣しないようにするんで、出勤だけは一応しといてほしいな。でも休むときに昨日寝れなかったんで休みますとはなかなか言わないですよね。普通に体調が悪いって言ってくれればいいんだけど。さてギャングメンバーボブ・ファーバーが実はスノーブ・ウォーリアーズというギャングのメンバーだったことが判明。彼は情報提供者として雇えばギャングを壊滅するのに役立つと。よし、金を払ってでも。ボブ・ファーバーを逮捕しよう。え、そういうこと？ちょっと待ってね。まず襲撃の方から行こう。3人ここに出しちゃっていいか。まず3人出しちゃう。その後またやんなきゃいけないからな。まずは2400ドル、ちょっと少なくなってきてるな、取り分がね。で葬儀でしょ、ここ警官4人一気に死んでるからね。でリクエストの結果はどうせ却下でしょ。まあこの辺は分かってはいたけど、事件はできるだけ少ない方がいいからな。警官の数は多分減らされる可能性がまたあるんで。ただここまで全くと言っていいほど事件がない。こんな日もある。やっと事件だ。麻薬の密売。もしもし、早く来てくれ。コカインを積んだトラックが私の庭で横転している。私が外に出ると辺りが白い粉でまみれていたとひどく動揺している男がいたと。なんかうさんくさいな。これスペインとベイカーで行ってもらえないかな。なんか事件の匂いがしないんだけど、しょうがない。一睡もしないブラッドにも行ってもらうしかないね。じゃあ襲撃事件の方を、襲撃計画の方の先を見ておきましょう。元狙撃兵のミチェル・ハウェ。元狙撃兵で現在は市長議員の暗殺を策略した罪で服役中。誰も殺すつもりはなかった。軍を辞めた後、心にぽっかりと穴が開いてしまったんです。頭がどうにかなりそうだったから、古いライフルを持って屋根に登った。町が襲撃を受けたと仮定して、どの位置からどのように撃つのがベストなのかを考えていた。若い頃、軍で過ごした日々を思い出していたんだ。逮捕されたあの日、俺の姿を見たメガネの学生が警察に通報。警察は俺の言う分を分かってくれなかった。つまり俺たちのこと、俺は町をあそこから見渡したかっただけで、誰も傷つけるつもりはなかったのに。他にいい場所を見つけていたが、そこは全体を見渡すことしかできなかった。チームで動くならあそこに一人置いてもいい。でも狙撃兵が単独で行動するならターゲットが誰かにもよるが、教会か法廷の屋根かがちょうどいい。なるほどね、教会か法廷の屋根ね。でもそんなのしゃしところで誰も俺の話なんか聞いちゃくれない。奴らは俺を血に飢えた狂人だと勘違いして牢屋にぶち込んだと。今だと、教会にも配置してるよね、狙撃兵。これ狙撃兵です。でここにも狙撃兵配置してる、法廷ね。なんで問題ないかな。おっと、まだ
刑事戻ってきないか、清掃にマレグラザールの元にも人を派遣したいんだけど。今日は本当に事件が少ないですね。夜にバタバタバタっと事件が増えてきてもさばききれなくなるんで、まんべんなく事件があってくれた方がやりやすいんだけどね。ユースリーです。4人の武装した男がビオラエスターの自宅に入り、彼女の家の所有権は彼らにあると証明する書類を提示か、ビオラと彼女の家族は家を追い出されてしまった。でもこれ本当にね、正しい書類で所有権があるんだったら、まあ、追い出しの仕方にもよりますけど、なんか法律的にはあまり問題がない可能性はありますよね。じゃあ、また3人送りましょう。鼓動は全然働かないね、最近。それにしても麻薬の密売の方は、まあそうだよね、事件の匂いしなかったもんな。さて、なんか慌ただしくなってきてるよ。ショットガンを持った男が新聞閲覧室に入り突然発砲。新聞社で事件ですね。男が送った広告が掲載されなかったことに激怒。まあここ一人残してもしょうがないんで、スワットチームを含め4人で行ってもらおう。さあ、もう今日は事件いらないなと言っても、もう派遣できないんで人がね。ブラード、スペイン、ベイカーがようやく戻ってきてくれるって感じかな。ユスリーです。子供が床に座って泣きじゃくっており、3人の男は家の中を調べている。4人目の男は銃を持ち、シワシワの書類の束を取り乱したビオラに向かって振っている。銃を取り出してるってなんかおかしいよな。地面に男を押さえつけ状況説明を求める。ビオラの髪を使い身に荷物を求めるよう言い渡す。つまり出てけっていう、男側につけってことだな。男が持っている書類を取り上げ皆を落ち着かせる。まあまずは落ち着かせましょう。書類は手書きで内容は意味不明。靴屋のロゴが押印されている、捺印されている。全員逮捕だな。いや、全員ってこれ何、ビオラ一家も、いや男だけでいいでしょ。さて、清掃人マレク・ラザールの証言聞きましょう。視聴者の中には毎日吐くんですが、電話ボックスの隣を取った時に信じられないものを見た。2人の若い男性事務室がボックスの中でイチャイチャしてたんです。ええ、お互いを舐めてたんです。うわ、ありえねえ。ちょっとその気全くないから全然わかんないわ。私の国でこんなことやったらすぐにツンドラ地帯の材木所に送られて強制労働させられるでしょうね。お前はどこの国の人間なんだ。この国ではなぜか誰もが子供扱いされる。ガラスをほうきの絵で破って窓から侵入し、あいつらの骨を背負ってやりたかった。誰にも見られずにやり遂げられたはずです。あのエリアはいつも改装中につき出入り禁止となっている。中庭は突入しやすいんだな。なるほどね。ただ中庭がどこにこれだと位置してるんだろう。今だとここには突撃隊員を配置してますね。ちょっと待ってね、襲撃の絵を見よう。絵を、中庭が3だな。中庭が3、つまりここだな。突撃隊員だね。大丈夫だ。さあ、レストランオクトパス。レストランの社員がトラックスーツを着た男の集団の入店を拒否。男たちは抵抗。そのうちの1人がポケットから銃を取り出した。しかも発砲まですんの。なんかさ、クレイジーすぎんだろう。入店拒否なんて結構ありますよね。シンガポールに前遊びに行った時に、半ズボンだった時にね、ちょっとバーに入ろうとしたら拒否されましたからね。かといってもちろん銃なんか持ってないし、持ってたとしても発砲しようなんて気はさらさらないけど、まあごねたりもしませんでしたよ。ああそうですかと、そりゃそうですよねと、短パンじゃダメですよねっていう。ちょっと新入隊員は今どうだろう、突撃させるのがいいのか侵入させるのがいいのか、中庭から突撃がいいのか侵入がいいのか、なんとも言えないな。まあでもこの布陣でいいと思うんだよな。突撃ってうおーって感じでいくってことですよね。
すごく外れではないと思うんだよな。この襲撃計画の方に刑事を派遣してるんで、捜査が全然進まなくなっちゃってるのが良くないよな。さて、2人、まあここはちょっと同じレッドチームはもう送れないんで、ブルーチーム2人出してあげましょう。死なないで帰ってきてくれたらいいよ、それで。これ以上ね、ちょっと警官の数が減ると結構ピンチにはなるんで、そういう状態にだけはならないようにしてもらいたいな。大丈夫だね。いやー、突撃隊員どこに配置するかちょっと悩むな。襲撃するにあたっても突撃隊員を今中庭に配置してるけど、これが正しいかどうかちょっとジャッジが難しいですね。はい、というわけで172日目プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回は173日目、1月3日の金曜日になります。プレイの方を続けていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。